それでは今回の動画ではエクセルの民営関数こちらの、ね、使い方をやってみたいというふうに思います。でこの民営関数なんですけどもセル範囲内のデータの最小値を求める関数ということで数値のです、ね、最小値を求める関数としては民関数を使うケースが多いと思うんですけども例えば今この表で言うとこのそれぞれの方の販売実績の数値が入っていて民関数を使うと 数値の最小値を求めますので今ここで言うとこの91を引っ張ってくるというような、ね、結果になりますでただこの表はこの上に販売実績なしという文字列が入ってますので最小値はこの販売実績なしのゼロになりますので、えー、民間数だとこれを引っ張ることができないので、まあ、ここで民営関数こちらを使うと文字列をゼロとして計算をしてくれますのでゼロ、まあ、という数値を引っ張ることができますので、ねまあ、早速ちょっとやってみたいというふうふに思います。 それではねこの最初販売数、こちらを求めたいセルをクリックをして関数の挿入ボタンですね、こちらを押します。で民営関数なんですけども関数の分類は統計にありますので統計を選んでもらって関数名の中をクリックをしてアルファベットの M を押します。はい、で少しですね下に下がってもらうと民営が出てくると思いますんでねこちらを選択をして OK ですね。 はい、そうするとボックスが開きますのでこの値1のところにこの最小値を求めたいセル範囲を選択をしてあげて OK ですねはいこれで0という数値を引っ張ってくることができましたということですねはいこういった形でね民営関数を使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますそれではね今回の動画は以上になりますありがとうございました